はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、かわいい観葉植物ということで、今日はダイソーガジュマルの紹介をしていきたいと思います。はい、今日は大人気の観葉植物です。もうガジュマルは王道中の王道、もうとにかく人気ありますよね。そんなガジュマル、実はダイソーさんにも売られてます。で、今日は買う時の選ぶポイントとか、あとこの子はね、ちょっと根っこのあたりが傷んでる部分あるので、それの対処とか、あとはまあ植え替えですね、そういうのをやっていこうと思いますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。ダイソーのガジュマル、実はって僕初めて見たんですけど、結構立派なのありますね。お値段が500円。まあ、高いか安いかで言ったら、まあ、安い方かなとは思います。まあ、これだけね、しっかりした子なんで。これ外しちゃいましょうか。ただ、まあ、ガジュマルはね、ホームセンターとかでも、600円とか700円ぐらいとかで売られてたりもします。しかもね、もうちょっとサイズも大きかったりとかするので、まあ、お値段だけで見たらちょっと安いかなっていうくらいだと思います。やっぱね、ガジュマルの人気の秘密ってこれですよね。この開根部分。これあくまでも僕の感覚なんですけど、やっぱ葉っぱ系よりこの木みたいな木質化してるやつの方が、なんとなくこう ワンランク上って言ったら申し訳ないんですけど、なんかこう植物界のもうちょっと上位っぽい雰囲気があるんですよ。僕の感覚ですよ、あくまでね。で、なかなか切って家の中とかで育てるの大変じゃないですか。でもガジュマルだったらこんな風にコンパクトに収まりますし、こんな風に大木感出ますし、でお値段も安いので、まあそりゃ人気出るよなっていう感じです。で、まあ選ぶ時のポイントになってくるんですけど、まあこれは自分の欲しいものを選んでください。いいなと思った子が一番いいと思います。ただ僕の基準で言うと、開根がこのなんか丸っこくてドシッとしてるやつ。こうやって全体的で見ても丸みがありますよね。なんか詰まってるような感じしませんか？この中の方で。こういうなんかね、相撲取りみたいなやつが僕はすごく好きですね。ドシッとしてる。いい足してます。あとはポイントになるところっていくつかあって、まああんまり意識しないでね、買うと後からあーってなっちゃうかもしれないんで、一応お話ししておくと、僕気になるのは切れ目なんですよ、根っこの。ここですっぱり切られてますよね。この脇からね、出てくる根っこだとか、気根が出た時とかにだんだん目立たなくなってくるかもしれないんですけど、僕はね、結構気になるんで、こういうのあんまり、選ばないです。まあ、今回のこうね、ここ以外めちゃめちゃかっこよかったんで、買ってきましたけど。あとは買う時に、あんまりグイグイやんない方がいいんですけど、ちょっとこう、触ってみる。こうやってやった時にグシュってなるような感じのやつは根腐れしてます。で、それはもうダメだと思っていいと思います。そう、まああまりね、グイ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 やらない方がいいんですけど、軽くクックって持って、スポンジみたいにグシュグシュグシュってするようなやつはやめた方がいいですね。今回のがたまたまなってたんですけど、ここ。なんかちょっと穴開いた感じになってますよね。これ、ここの部分傷んでます。これ触ってみるとね、ふかふかしてるんですよ、ここ。これがね、どうなってるか。だから、ね、本当にこう根元の開根部分が綺麗なやつを選ぶといいと思います。あんまり下手にこう腐ってたり傷んでるところがある子っていうのは、今は大丈夫かもしれないんですけど、なんか寒い時期になったとか、蒸し暑い時になった、蒸れたとかで、植物がちょっと弱ったり免疫落ちた時に、一気に侵食して悪くしちゃうっていうパターンがあるんで、なるべく綺麗なやつを買うのがおすすめです。で、この枝ぶりとかに関しては、まあ正直あんまり気にしなくていいかなとは思います。むしろこの土台の方がもうずっと残り続けるっていうか目立つんで、こっちを優先して選んだ方がいいです。はい、じゃあ植え替え兼手術をしていきます。今回はね、結構大掛かりな手術になるかな。そう、売られてる時の用土はこういうね、有機質たっぷりな用土ですね。もういつものダイソーの感じですけどね。はい、なんだこの青いの、見えづらいかもしれないけど、土の表面になんか青いの乗ってるんだけどこれ何謎。
で、植え替えはなるべく冬は避けた方がいいですね。お部屋の中暖かかったりしたら冬も植え替えもちろんできるんですけど、お部屋の中寒いですっていう方はなるべく暖かい時期とか涼しい時期とかに、植え替えてやった方がいいかなとは思います。あ、これ切られてんのか。もったいない。なるほど。まあ、とりあえずこんな感じで土全部落とします。はい、こんな感じです。ここまでいったら一旦土を全部洗い流してきます。はい、洗ってきました。こんな感じです。もう根っこほぼほぼ全部切られてますね。ね、ここでスパッと切ってあります。そっか、切断系か。いや、もうこれね、しょうがないっちゃしょうがないんですよ。やっぱり小さな鉢の中に収めようと思ったら、これだけ開根太ってるんで、切らなきゃダメになるパターンもあるんですよね。あとは、ちょっと隠れちゃってましたけど、ここもなんか、ちょっと、傷んでるところがありますね。で、とりあえず最初気になったこのふかふかっとしてるところ、これを、このダイソンで買ったやつなんですけど、デザインナイフでちょっと削って中の様子チェックしてみます。ここまでしなくていいよっていう人がほとんどだと思うんですけど、僕はね、結構気になるんですよね。はい、こんな感じです。結構深いところまで、茶色いボソボソっとしたようなね、感じで菌入っちゃってたんで、だいぶ取りました。ね、ここ一箇所目。で、洗ってから見つけたところが、これか。ここですね。ここもね、結構がっつり入ってたんで、取り除きました。まあ、ここまでするかっていうふうに言われたら、まあ、しなくても大丈夫っちゃ大丈夫だとは思うんですけどね。その体力ある子とかだったら。育ててるうちにそういうダメになってる部分は風化していくとは思うんですけど、一応こういうやり方とか対処もありますよっていうことで、はい、参考にしていただければと思います。で、このままにしておいてもね、傷口がこうやってむき出しになっているので、これを今度は固めていきます。で、うちは信頼と実績のアロンアルファ、これを使います。殺菌剤の粉とかかける方もいると思いますし、あとはちゃんとね、植物用の融合剤とか使う方もいると思うんですけど、僕はこういう傷できた系はとにかくアロンアルファでやっちゃいます。一旦傷口だとかは水で洗い流して、汚いカスとかそういうのは取った方がいいかなと思います。こんな風にやってますけど、自然界ではネズミにね、かじられたりとかそういうことも多分あると思うんでね、植物ってね。人間が管理してる時はちょっとでもこう、生存率を高めてやれるように、ね、するのもいいのかなと思います。で、アロンアルファは水で反応して固まりますので、マイクロミストスプレーみたいに細かなやつね、吹きかけてあげると、こんな風に白くなります。まあ、目立って嫌だっていう人もね、いると思いますけどね。傷とかそういうのがないやつを買えば、こんな苦労はしなくて済みますので、皆さんしっかりね、お店で選ぶようにしてみてください。はい、こんな感じです。まあ、目立ちますね。まあ、目立ちますけど、市販の融合剤とかだったら、色付きのボンドみたいな感じになってたりとかします。僕はとにかくこの速乾性と、あと枯れるか枯れないかとかで言えば、もう成功率の高さは抜群なので、アロンアルファを使ってます。で、今回はこちらですね、ダイソーさんのおしゃれな鉢、これに植え付けてきます。ギリ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 すぎるな、ちょっとやばいかな。まあいいや、とりあえず植え付けします。はい、やばいなと思ったら変えます。育てててね。ひょっとしたらね、次の植え替えの時割らんとダメかもしれない。
で鉢底穴が大きいので鉢底ネットを入れて、ね、こんな風に入れます。でうちで使うのは軽石です。ふるいにかけた軽石を使います。でマガンプ系で植物を入れて、入れ具合なんですけど、あんまり深くやらない方が無難かなっていう気はします。やっぱ表層部分に近い方が乾湿がつきやすいんで、あまり傷口がこうずっとぐず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 水に浸かってるっていう状態にはならないかな。まあ、ここまでね気にする必要はないかもしれないんですけどね。はい、こんな感じです。で管理が慣れてないよっていう方とか、ちょっと自信ないよっていう方はここでやめても大丈夫です。で今回は、まあ、一応おしゃれな、ね、感じのも見ていただきたいので化粧砂を入れます。この化粧砂はダイソーにはないんですけど、これホームセンターとか行ったら買えます。乾水砂、これを鉢の表面に敷きます。ただ化粧砂って敷くと多少表面のこの通気みたいなの悪くなるんですよ。やっぱ失敗しちゃうよっていう方は鉢内の通気だとかを良くするのを考えた方がいいので、なるべくね化粧砂はしない方が無難かなとは思います。そう、鉢とかもこのダイソーのやつよりも普通のプラ鉢だとかの方が鉢底穴も多いので水はけもすごく良くなるんですよ。それこそこういうスリット鉢、おしゃれ度はなくなりますけど、こういう鉢底穴しっかりしてるような鉢の方が失敗は少ないと思います。はい、こんな感じですね。ここまでいったら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流します。はい、できました。こんな感じです。500円のガジュマルにダイソーの鉢合わせて化粧砂するだけでめちゃめちゃ高級感出ますよね。よく植え替え済みの観葉植物とかも売られてますけど、自分でできれば安上がりでこんなの作れちゃいます。でここからの管理なんですけど、置き場所はお部屋の中だったら窓辺の明るい場所、日当たりのいいところに置いてあげるのがおすすめです。あんまり日光強すぎると葉っぱ焼けちゃうとかそういうところもあるかもしれないんですけど、はい、その辺ちょっとお家の環境とか見て葉っぱ焼けてきそうだなと思ったら引っ込めちゃってください。あとお店で売られてる時って日当たりの悪いところに置いてあるので、買ってきたやつをいきなり窓辺の明るいところに出すとさすがに葉焼けする可能性すごく高くなりますので、そこも気をつけてください。なんか他の鉢とか窓枠の影になるようなところに置いて、午前中日光に当たって午後から陰ってくるとか、そういうところがいいかもしれないですね。多少暗くても大丈夫なんですけど、明るい方が葉っぱの展開が早いんで、で徒長もしづらくなるのでかっこよく育ちます。で水やりは基本的には鉢の表面の用土が乾いたらたっぷりあげるっていうような感じで大丈夫です。明るい場所に置いて葉っぱの展開早くしているんだったら、そのぐらいのペースであげても水しっかり吸ってくれるんでいいんですけど、日陰だとか日当たりの悪いところ、そういうところで育ててるんだったら鉢底までしっかり乾かしてからたっぷり水あげる方が失敗は少ないかなと思います。日当たりが悪かったりして葉っぱの動きが悪くなると結局吸える水の量も減っちゃうんで、あと蒸発する水の量も減っちゃいますので、水分過多云々っていうか、この中が蒸れちゃったりとかして失敗する可能性があるので、もし根腐れさせちゃったっていう経験がある方は、まあ、最初お見せしたみたいにもともと腐ってる可能性ももちろんありますし、日当たりが悪くてうまくこの鉢の中と植物とのこの水の循環みたいなものができてなかったかもしれないです。で肥料は葉っぱをたくさん展開している時に観葉植物の濃度に薄めた液肥をうちではあげてます。月に2回ぐらい。あと気をつけたいのは乾燥させすぎですね。乾燥させたまんまずっと放置し続けると今度は葉っぱボロ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 落ちていっちゃいますので、鉢底までしっかり乾いたなって思っ
ったらあんまり間空けないで水をたっぷりあげるっていう方がいいかなと思います。このガジュマルはまだいいんですけど、パンダガジュマルは水切れさせるとどんどん葉っぱを落としていきます。パンダガジュマルはこれと同じようにはなかなかいかないかな。ただこっちの方もあんまり乾かしすぎると葉っぱ落ちたりとかするので気をつけてください。でここからは僕の失敗談なんですけど、実は前に紹介していたお気に入りのガジュマル僕枯らしちゃったんですよ。普通に育ててても全く枯れはしないんですけど、空中湿度めちゃめちゃ上げて蒸らしたんですよ、わざと。でなんでそんなことやるかっていうと、空中湿度高くなると気根を出すんですよ。空中からこう根っこが出てきて地面について、なんかこう古木感みたいなものがすごく出てくるんですけど、で僕はそれをやろうとして、思いっきり失敗しました。でその手法っていうのは別になんかおかしなやり方っていうわけじゃなくて、実際やられてうまくいってる方とかもいる方法なんですけど、室内とかで風の動きがない中とか、そういう風な状態でやろうと思うと多分厳しい部分とかもあると思いますので、無難にやろうと思うんだったら風通しよくして蒸らさないようにする方が失敗は少ないかなと思います。まああとね、多分本州の湿度と北海道の湿度ってやっぱり違うんで、その辺も多分影響してると思う。なかなか気根がね出てこなくて、結構僕も躍起になっちゃったっていうのがねあるんですけどね。でその失敗したやつはやっぱお気に入りだったので、枯れたら嫌だなということで葉っぱというかね枝の部分ですね、カットして水につけておいたら、はい、こんな風に発根しました。まあ、これまた植え付けてやればガジュマル作れます。挿し木は太らないって言われてたりとかもするんですけど、結構環境によって変わるみたいです。でいっぱいあるんで、水苔上にしたり、軽石上にしたり、はい、まあ、そんな感じでいろいろねやってみます。そんな感じです。あれ、眠いね、眠いね。あんた最近夜中眠れなくて遊んでるから昼間眠いんでしょ。ね、おり。はい、ということで今日紹介させていただいたのはこちら、ダイソーのガジュマルの植え付けをしてみました。この開根部分の形って一個一個違いますので、お気に入りの子を見つけたらぜひお迎えしてみてください。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。